This week's Amazing Amusements。 お久しぶりでございます。すいません、一身上の都合ということでラジオをちょっとお休みしてました。まあ復帰もしてくんですけど、ちょっと毎週復帰がどれだけできるかっていうところがちょっと怪しくて、まあ、まだちょっと引きずってるところがあるんでね、そちらの方がちょっと片付いて、まあ、4月の中頃にはまたレギュラー再開できるかなっていうところで、今頑張ってますので、ちょっとご辛抱いただければと思います。ということで、とりあえずコメント読んでいきましょう。まずはもうだいぶ前にいただきましたが、199回にいただいたコメント、アニマルライクチャンネルさん、ありがとうございます。いつもね、極主不動気になっている作品ではありますが、まだアニメも漫画も見れていないですね。実写ドラマもあったから、実写ドラマはですね、極工夫道と、極主不動両方あります。で、極工夫道ってやつがですね、スピンオフで、津田健さんが、アニメで声をやってた津田健さんが、なんか匠っぽいことするっていうやつなんで、これ YouTube、ネットフリックスかなのやつだったんですけど、いろいろ展開してますよね。アニメは主人公の声が津田健次郎さんが担当されているということなので、アニメから見入ってみようかなと思ってましたが、今回の大和さんの熱いレビューを聞き、漫画から読み入ってみてもいいかなと思い、購入を考えています。次で放送200回、どんな放送になるか楽しみに待ちたいと思います。あんな放送になりました。はい、ということでコメントありがとうございますね、いつもね。それからですね、200回の方にもコメント実はそのままいただいてまして、ラジオカンファレンス200回おめでとうございます。ゲストの方とのトークが弾んでいて、こちらも聞いててとても楽しかったです。山本さんのミニオンクシエム初めて見ましたが、迫力ある掛け声と宣伝されてすごいと感動しました。クリエイターの方たちが楽しんで作った作品は音楽や動画をはじめ魅力があり、制作者も視聴者も満足できてとてもいいことだなと思いました。ロックマンプレイ動画も楽しみです。これからも応援していきたいと思います。だって、ありがとうございます。本当にね、本当にね、あれですよ、この間その200の時に、まあ、例のプラモの企画ですよ。あれもですね、結局その僕のね、件がちょっと重なっちゃったんで、ちょっと編集が滞ってるんですけど、まあ、物は手元にそれありますよ。ありますけど、死ぬような思いして作ったよ。死ぬかと思った。あれですね。みんなもね、あ、運の悪いものに遭遇するとこうなるんだっていう。ことがね、多分分かってくれると思います。運なのかな、運なのか分かんないんだよな。そのまあ、200にちなんだモビルスーツがシグーってね、シグーディープアームズっていうね、すげえマイナー機体なわけですよ。そのマイナー機体の映像って言った時に選択肢は1個しかないわけで、それを作ろうってなると、まああれやこれやということになったっちゅう話ですわ。まあそれはお楽しみに。ということで、第202回ですかね。今回もどうぞよろしくお願いいたします。例の動画についてもちょっとまだ編集が進んでませんので、編集が出来上がり次第公開したいと思います。お楽しみに。またラジオやる、ラジオ生活会議10年、この企画何本目か、会議カンファレンス見ろ、これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。改めましてメインパーソナリティのヤマトリンでございます。ですね、ちなみに一身上の都合の件なんですけれども、別に病気をしたとか、僕がねとか、そういうんじゃないです。怪我をしたとか、そういうんでもないです。ただ強いて言うならですね、だいぶ立ち直るのに時間のかかる事件があったっていうことぐらいですかね。まあ、ごく限られた仕事でつながりのある方々にはちょっと事情は説明したんですけれども、なかなかちょっと僕もですね、心の傷が癒えるのに多分時間はかかりますっていうようなことがあったので、まあ怒るべくして怒るというか、分かっていたことというのもあるしね、別にスキャンダラスなものは何もないんですよ。というそういう話です。なのでまあ気長に待っててくれれば、別にななんていうんですかね、何かを引きずってるとか解決してないとかっていうことはないんです。ある種解決はしてるんです。なので別に何か困ることはないんですけどね。ということで、まあなんだ、安心はしてくださいとだけ言っておきます。そんなこんなで、ヤマトリのラジオカンファレンス第202回でございますが、今回はちょっと変わったもののレビューをしたいと思います。ということで始めていきましょう。ヤマトリのラジオカンファレンス、座して聞け、ステイチューン。ヤマトリンのラジオソムリエ。
ね、トークがおぼつかないまま、しれっと新コーナーに入るという、そして相変わらずカンペはない。ですね、今回紹介いたしますのは、地上波ラジオ番組、それも、10年 ?20 年かな ?20 年ぐらい前の、1年間だけ文化放送と、ラジオ大阪系列で放送されていた、機動戦士ガンダムシードの、レビュー番組の、レビュー番組っていうのかな?関連番組って言ったらいいのかな?なんだっけ?ラジオシード。週刊レディオシード。略してラジダネの紹介です。急になんだっていう。しかももう10年前のね、地上波で、当時ネットなんてね、ろくにない時代ですから、ろくにないは言い過ぎなんですけど、まあみんなメールでね、ラジオも当時ですから、なんかおはがきとメール両方でみたいな感じの時代なんですよ。今からジャスト20年ぐらい前だから、2003年とかの番組だったと思います。の、このレディオシード。で、まあラジダネ。なんで、まずこれのレビューに至るかっていうところで、まあなんとはなしにネットを回遊してて、まあ例の僕ガンダムのプラモ、シードのプラモをね、熱中してここを最近作ったわけですわ。で、それのおかげで、なんかシード見ようってなって、ガンダムシードの HD リマスター全部見直したんですよ。もう何週目かわかりませんけど、だいぶ、昔は嫌い嫌いって言ってたのにね、シードね。なんか、ごめんなさい、もう白状しますよ。何度か白状してるんですけど、もうシード苦手だったんですよ。テレビ放送当時から。当時中学生でしたけど。で、なんですけど、で、例えば高校生ぐらいの時のこってりした気持ちの悪いガノタをやってた時にですね、あんまりガンダムシードなんてね、ガンダムの中じゃゲノゲなんだよぐらいのことを平然と言ってたわけですよ。ね。で、挙句の果て、まあ、でいて当時放送してたディスイにはちゃんと見てるんですよ。で、大学行っても同じようなこと言ってるんです。でも大人になるにつれて、じゃあお前そんなにシード嫌い嫌いって言うけどさ、じゃあお前シード何回見たんだよって、シード好きなやつに言われたんですよ。テレビシリーズお前何回見たんだよと。そんなに嫌いなんだったらちゃんと見てんだろうな。お前ちゃんと全部見たのかって言われてね、テレビシリーズだろ?多分7週ぐらいは見たかなって言ったら、お前もはや好きだろって言われて、それはそうかもしれないってなって、で、普通に待てと。中学の時とか高校の時に、なんかちょっとこう、童貞の俺が見た時に、キラヤマトのいけすかない感じ?童貞を卒業した後の生きってる感じ?の、キラヤマトにイラってした僕の気持ちをリセットして、まあ別にそういうのはいいと。もうこっちも大人だから。穏便に作品を見たらどうかって思ったら、面白いねっていう。結局いいじゃん、これもってなるっていうのが、何年か前に起きたんですよ。その、ビッグバン、ビッグバンじゃねえな、なんだこれは。その革命が。レボリューションが起きたんですよ。で、それで、今となっちゃシードもはや好きなんですけど、改めて見直して、で、シードディスティニー HD マスター見ようかなと思ったら配信には載ってなかったので、それは見切れなかったんですけど、なんかシードの何かって思ってネットを回遊してたら、昔、俺当時聞いてなかったと思うんだけど、ラジオ番組が存在したっていうことが分かって、で、まあ、というのも、その本編を全部当時ちゃんと録音してた人がいて、まあ、それが、まあ、申し訳ない。申し訳ないけどネットに上がってた。まあ20年も前のラジオ番組で、地上波のもので、しかも媒体として発売もされてないようなもの?まあ言ってみればあれですよ。当時のテレビ CM とか偶然ビデオに入ってたやつをそのままネットに上げてたりして、あ、懐かしいねなんて言って歴史的資料扱いされてる YouTube とかニコニコの動画あるじゃないですか。まあなんかもはやその感覚だと思うんですけど、それでラジオ番組が聞けたんです。なんで申し訳ないですけど、それで聞きました。いやー面白い。基本的にですね。その、シードディスティニーの時にもやってたんで、ラジダネとラジダネディスティニーの方で、それぞれパーソナリティが違うんですね。初期のシードの方は、豊口めぐみさん、ミリアリアハウ役の豊口さんがやってて、で、後半のディスティニーの方では、新アスカ役の鈴村さんがパーソナリティをやってるんですよ。で、毎回か2週間に1遍ぐらいで、ゲストという、まあ、ウィークリーパーソナリティっていうゲストみたいな形で人が来るんです。それみんな声優さんとかなんですよ。で、さらに加えて、角川さんだったり、サンライズさんだったりとか、バンダイとかっていうようなところの、その、編集部の人だったり、障害担当の人なのかな、広報の人が来て、商品の紹介だったり、雑誌の付録とかの紹介をしたりとかっていうのをラジオでやってくれるっていう30分番組だったんですよ。で、まあ、確かどっちもテレビワンクールが終わったあたりの2クール目あたりからの
地上波ラジオ放送が始まるんで30本ぐらいだったと思います。でまだ全部僕も聞いてないんですけど20本ぐらい聞いたのかな。なんかもうそろそろ後半だよぐらいのとこまで、フリーダム出てきたねぐらいのとこまで話してたから、その辺までは聞いたんです。でデスティニーの方はまだ全然聞いてないんですけど、そんな番組でございます。でね、まず面白ポイントとして、あ、当時のラジオってこうだったわっていう、俺結構当時ラジオ聞いてたんですよ。中学生くらいの時に地上波のラジオにハマるやつとハマらないやつっていうのがやっぱ男子っていて、これ、まあ、女子はちょっと人口少なめだったなっていう印象あるんですけど、やっぱ深夜放送にみんな憧れ出すんですね、中学 1,2 年ぐらいから。で僕も当時当時は月か水だったかなに、今でも確かラジアンリミテッドフライデーってのやってると思うんですけど、ラジアンリミテッド DX って番組を確か1時から3時だったと思うんですけど深夜放送でやってたんですよ、山田久志さんの番組。山田久志さんはアナウンサーとしても普通にねテレビのナレーションとかアナウンスとかやってる人なんで、声聞いたことはある人いっぱいいると思うんですけど、結構ラジオ番組としても結構長く長寿番組たくさん持ってる人で、でそれのラジアン DX とかすごい聞いてたし、その後ロックバンドとかの紹介の番組の BPR5000 だったかなっていう番組とかも聞いてたし、でそうそのラジアン DX とかにはねガレッジセールさんとかも出てたんですよ。まだ今みたいになる前、今みたいになる前って言い方もちょっとなんかな、だからまあ割と黎明期だったと思うんですよね。とかあとそれこそアニメの文化放送あたりは結構アニラジたくさんやってて、ヒロヨおじさんの番組とか林原さんの東京ブギーナイツとかもそうですけど、そういうね、いわゆる声優さんやアニメ制作サイドのラジオ番組っていうのは結構多かったので、それをたくさん聞いてた覚えがあります。金井美香さんとの番組も聞いてたな、ちょっと番組名忘れちゃいましたけど確か聞いてた気がする。とかまあそんな、 あと井上貴子さんの番組も聞いてたな、とかねっていう時代のものです。まあもちろん前後はしてますよ、前後はしてるんですけど、そういう番組をたくさん聞いてたんですが、 BGM のそのチョイスといい、そのコーナーのチョイスといい、はがきの雰囲気といいね、なんかものすごくね、あ、平成の初期っていう感じ、初期中期かなが感じられるいい番組でしたんで、ノスタルジーに浸りたい人はおすすめっすよ。ラジダネとかガンダムシードラジオとかで検索したら多分出てくると思うんで、むしろ探して聞いてみてください。これ言っていいのかな、言っていいか分かんないけど、っていうお話。うん、まあそれ始めでね、やっぱねラジオ番組ってねやっぱいいですね。今は昔と違ってね、昔はだってそれこそ僕もあれですよ、コンポ、 CD コンポ、CD コンポに、当時僕がその持ってた CD コンポってのは CD とカセット。ついてりゃ MD。で、ラジオが聴ける。FM と AM でみたいな。で、こう、アンテナのやつをこうピーと部屋のどっかに這わして、どっかで音を拾ってみたいなことをして聞いてたわけですけど、今はほら、ラジコっていうね、インターネット使ってラジオが聴けるじゃないですか。若干ラグがあったりするんですけどね。まあ、そんなのを聞いたりしながら、いろいろ作業とかをすることもあるんですけど、まあ、今まさにこの私がやってる番組もラジオじゃないですか。皆さん地上波の FM や AM のラジオってどれぐらい聞いてらっしゃるんでしょう。正直私もたまにしか聞いてないです。今は。だけど、すげえ熱狂して、ずっとラジオ聞いてたっていう時も、やっぱありましたね。よくわかんない番組もそのままつけっぱなしで聞きっぱなしっていうのは、中学、高校ぐらいの時かな。あったんですよね。いいと思いますよ。ラジオってのも。で、いろいろやっぱり勉強になります。特に全然知らない知識とか、あとやっぱり基本的にやっぱ生放送が多いので、人に何かものを喋るとか説明するってなった時に、やっぱ打ち合わせとかね、仕事の打ち合わせとかっていう場面だったら、言い直しってできるけど、番組って言い直しができないんですよ。だから、ゆっくり喋ったりとか、相手が多分こういうふうに聞いてくれているであろうみたいなものを、計算しながら喋っていくとこうなるんだなっていうのがやっぱいろいろ出てくる。で、やっぱ自分が普段何も考えずにだだらにベラ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 ってこう喋っているものっていうのが、こういかに技術のないものなのかっていうことを私は当時痛感したんですね。それこそ中学高校とかだと一応前に出て何かしら発表せみたいなこう宿題とか課題が出たりするじゃないですか。調べてきてね、前で授業の時に発表せみたいなの時に、まあ早口で聞き取りやすかった、昔から聞き取りやすかったらしいですけど、
あの、なんだろう。ちゃんと言葉は全部入ってくるのに、脳には届かない。早すぎて。って、よく言われてたんですよ。で、なんでだろうなって、当時はよく分かってなかった。ラジオ聞いてたけど、当時もよく分かってなかった。今となっては、こうやって番組を何百回とこう自分がやるようになって、自分が番組を組むっていう段階。まあ、それこそ人の番組のお手伝いとかもすることあるわけで、その中で、あ、これなんだとか、あとは人から打ち合わせたのなんだのとか、仕事する上でね、人から話を聞かなきゃいけないっていう時に、あ、これなんだ、分かりづらさは、とかいうのは、やっぱ分かるようになったんですよね。で、やっぱりそれって、分かりやすいものをどれだけ摂取したかは関係あると思うんですよ。で、そこで、やっぱ生放送地上波番組で長寿番組を延々持ち続けてた人、しかもですよ、時代を超えて、いろんな世代にアクセスした番組を持ってる人だよね。は、やっぱすごいんだな。で、その人たちの話し方っていうのを自分にインストールするっていうのかな。インストールじゃないんだよね。あの、自然とね、僕結構、深夜放送の、それこそあれですよ、月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力から大好きですよ。僕あれ、コーナーパクってるというか、参考にしてこのラジオ作ってますけど、本当にね、あの人天才よ。伊集院さんは。本当にすごい。よくこれだけの、何もないぐらいの、なんかあの人の人生って本当にいろんなことがあるように見えてるけど、別にあの人ね、何か意識してね、大変なことをたくさんしようなんて思ってないと思うんですよ。楽しく人生生きてるだけなんですよ、きっと。だけど、話し方とか切り取り方で、こんだけ広げられるんだっていうのは、でいて分かりやすいんだ。意識にも残るんだ。本人は覚えてないってよく言ってるけど、多分そうなんだろうけど、俺たちの耳や心には残るじゃないですか。やっぱそれをたくさん聞いてると、こっちもそうなろうっていう回路がなんとなくは働くんだよね。やっぱラジオ聞こう。はい。ラジオのレビューをしながらラジオを聞こうという話になりました。ヤマトリンのラジオソムリエ。珍しくこんなコーナーでございました。はい、エンディングでございます。うん。そうですね。告知なんですけどね。あんま告知することがね、ないのね。あるというか、終わっちゃったやつなんですけど、この間の土日で会ってんのかな？ちょっと公開日がちょっといつだかわかんないですけど、2022年の3月の24、25だったか？25、26だったかな？25、26かな？に、土日で開催していたアニメジャパン2023。実はこれの中に僕一部関わってましたっていうのが一応告知です。告知というか、まあ、報告だな、これはな。スカイフォールさんだったっけかな。アニミューズっていう、ポータルサイトなのかな、あれ。アニメの、有名な権威のある作品をライブラリー化していこう、みたいな。サイトがあるんですよ。そのサイトのサービスのプロモーションムービーの制作で音響で入りましたっていう。で、それが当日会場で流れてたんですよ、イベントのブースでね。で、それだけじゃなくて、確か YouTube とかでも公開されるって言ってたかな。だからちょっとその辺の詳しい情報はそのうちなんですけど、一応そういう仕事を最近してて、で、だから紹介してた作品がですね、オネアミスの翼とかなんですよ。あとターンエガンダムのシドミード展とかなんで、なんだろう、そう言ったらまさかオネアミスの翼に、一応公式じゃないですか、言うたら、まあ、作品そのものには何の1ミリも関わってないんですけど、その後々の何かに一応つま先ちょっと爪引っかいたぐらいのことをしたっていうのは、まあ、俺の中では一応経歴かなっていう気はしますね、そう思えばね。だから、まあ、ありがたい仕事だったなっていう気はします。結構その飛び込みの仕事でもあったし、まあ、それでもあやりますよって言ってやれたし、なんかなんとかなったしね。割と僕は、ガツガツやったつもりなんですけど、まあ、先方がね、快く受け取ってくれてたならそれは全然嬉しいんですけど、そんな仕事をしました。とても楽しかったです。それからですね、これは告知だな、夏コミ申し込んでます。当然まだ結果は出てないので、結果7月6月末7月かなだと思うんで、加藤の大子さんのサークルととうとう合体サークルに、大和工房改め新大和工房として申し込んでますので、皆さん当選を祈っといてください。新作出ます。まあそのラインナップで仮面ライダーカバーの CD 出なかったら嘘だろうって話なんで、さすがにそれは作ってます。もう何曲か作ってるんで、どうぞよろしくお願いします。ちゃんと新譜出すぜっていう、
そうだね、俺にね余裕、時間的な余裕はねあるんだよ。あの金銭的な余裕があったらね2枚作るかぐらいのことは考えてますけどね。2枚目何作るか、ガンダム、それどうなんだろうね、怒られんのかな、合体サークルとしてそれはちょっとって言われんのかな、言われるかもしんないね、まあ、それはちょっとまあ分かりません、打ち合わせます。てなわけでヤマトリンのラジオカンファレンス、202回、うん、久しぶりでした、大変でした、これからも頑張っていくぞ。僕を包んで光はまた